あのさっきの、はい、最後のやつなんですけど、はい、あの小林プロが当てられた、はい、最後のね、はい、何でしたっけ、こんな感じでしたっけ、これぐらいかな、はい、それをあのー、はい、はい、僕だ、まあ、だったらというか、こう、こう、単調で、こう、こう、こうと、この単調のこの最後当てられたこのと、どっちがいいのか、まあ、あと、まあ、この左からのこの、僕がでも一番思い浮かぶのは、あの、ポケット式ってよく言われるんですけど、黄色の左こう当てて赤の裏にセーフティーしに行く感覚がもうすごい、もうあのやり慣れてるとかイメージがつくのですぐやってしまうんですけど、なんかやっぱりなんか難しい、表回しってなんか難しいですよね。難しいことないですよ。あ、そうですか。もちろん、どれ狙ってもいいんですよ。なるほど。だから慣れてる方に、はい、そう、行かれるのはそうなんですよ。とってもいいんですよ。はい、うん、でもなんかもうそればっかりしてると新しい技が覚えれない感じがしてこうやろうとしてるんですよ。で、あのそう、上級者の方見るとやっぱこっちからこうとか、あのの2回この2択が多い気がするんですよ。で、あのこの、5クッションなのか3クッションなのかをそのどこで判断するとかっていうのを聞きたいんですよね。はい、はい、ね、この場合、はい、あのどっちでもいいんですよ。どっちでもいい、はい、まあ優しい難しいになりますね、はい、若干人によるかもしれないですけど、はい、はい、この場合はね、確かにスリクションでもはいノークッションでもどっちでもいい、どっちでも、はいはいはい、どっちでも、はい、どっちでもいいけど、例えばね、例えば茶玉がここだったらはい、はい、はい、うん、ここらだと、ここだとこの3クッション行くには、まあ、あのまず全身回転じゃダメ、はい、下引き回転がいりますよね。ちょっと引っ張らないとダメって感じですよね。そうそうそう、はい、そう、引き回転と全身回転どっちが優しいですかって話になるんですよね。そうですね、全身回転で、押し回転でひねりをたくさん入れるだけでこう、はい、が取れるなら、はい、はい、引きをかけてスリクションで行くよりそっちの方がいいです。そうですよね、うん、あのまあポケットでも一緒ですけど、やっぱり力加減プラス引き回転とか引き回転の加減が必要になるってことですもん ね、 そうですね、はい、うん、じゃ あ、 あのさらに気使わないとダメってことですもんね。そうです、考えることが一つ増えちゃう、はい、うん、まあそういう、そうですね、それで、まあ、この場合はどっちでも良かったんですけど、はい、厚く言っても、はい、キスはしないという確信があったので、はいはい、まあ、より厚い方がね、あの安心感が、厚い方が安心感が、安心感が、はい、そうですね、それを選択しただけなんです、はい、はい、まあ、ちなみにね、これ赤からいっても全く同じ、はい、そうですよね、赤からでもいい商品ですね、はい、若干黄色の方が近かったんです。そうですね、若干黄色の方が近かったから、はい、近い方を選択します、はい、近い方が狙った厚みに当たりやすいですよね。もちろん 遠ければ遠くなるほどここって思ってもそこにあの当てれない確率が増えますよね、離れれば離れるほど、はいはい、そうですね、まあ、それだけですね、理由は、うん、なるほど、う